皆さんこんにちは、ワンダリグルフジです。では今回はものすごく久しぶりになりますが、トータルウォー将軍2をやっていきたいと思います。まあ普通にやるのもね、もう前にもやっているのでどうだろうというのもありますので、今回はですねちょっと趣向を変えてですね、カスタム戦から実際に実在するお城、これのね攻防戦をちょっと見ていきたいな、シミュレートしていきたいなというふうに思っています。でもセッティングはしてあるんですけども、信長軍が仮にですね名古屋城にこもった場合、まあ、ちょっと今回お試しなので、まあ、実際にはなかった戦いにはなるんですけども、名古屋城、金のシャチホコで有名な名古屋城に信長がこもって、武田の騎馬隊を迎え撃つというのをねちょっとシミュレートしてみたいなと思います。で、すでにあの軍の展開は済ませてあります。資金はね、それぞれ決まったものがあるので決まった分だけ、割り振りをしています。武田軍やっぱり騎馬隊とかね、強めの編成で固めているなっていう感じがしますよね。コストも高いものばっかり、まあ、例えば一番高いコストで言うとこの1300の刀、さらには旗本とか入れてますからね。一方、今回指揮する信長軍なんですが、まあ、基本的には信長はね兵の分離をして、足軽を常にいっぱい雇っていたという部分だと思うんですが、足軽と鉄砲隊、特に鉄砲隊はずらっと並べてまして20体並べました。資金は同じです。むしろね信長の方が資金余らせてるぐらいなので、これでちょっとシミュレートしていきたいなと思います。信長が名古屋城にこもって戦うというシチュエーションですね。はい、では早速やっていきたいと思います。で、今回名古屋城は有志の方が作っていただいたモッド、マップのモッドをロードする形で、まあ、採用というか使わせていただいています。なので、まあ、伏見城とか、まあ、大阪城、江戸城、他にもいろいろなお城あると思うので、まあ、そういったお城のね、攻略戦あるいは防御戦見たいよっていうのがあればですね、リクエストいただければ、あのモッドがあればですけどね、探してやっていきたいなというふうに思っています。今回は繰り返しになりますが、名古屋城に信長が仮にこもって武田軍を迎え撃った場合というね、ちょっとリハビリも兼ねたプレイになってますので、ちょっと緩い感じになると思うんですが、ご容赦お願いいたします。では早速、始めていきましょう。まずは軍の配置ですね、兵の配置から決めていきます。実はもう一回ロケハンはしてまして、まあ武田軍の配置は確認してます。武田軍の配置が今マップで言うとちょうどこの向きに敵が配置をしてくるので、そこに合わせて鉄砲隊を並べています。この堀をね、渡ってくる形で武田の騎馬隊が攻め寄せてくるので、これを石垣の上の狭間を使って銃撃していこうという戦いですね。で、もう一方がですね、こっち側にも敵が攻め寄せていきます。ここですね。ここにも堀を渡って武田軍がやってくるので、ここにもね、まんべんなく、自慢の鉄砲隊を並べましょう。まあ、信長といえばやっぱり鉄砲隊のイメージありますからね。この鉄砲隊をずらっと並べて、武田の騎馬隊をことごとく蹂躙していこうというところですね。じゃあ、一旦兵を並べた後は、名古屋城、まあ、恥ずかしながら僕は行ったことがないので、この構図が本当に正しいものなのかどうかっていうのはね、モッドの制作者の方の、まあ、腕にかかってるというか、まあそういう要素が、かなり強いんですけど、城の作りもちょっと見ていければいいかなと思ってます。で、堀を突破して銃撃を突破してやってくる武田騎馬隊もあるいは武田の足軽隊もいるとは思うので、そういったね、部隊にもしっかりと対応できるように兵の配置をしておきます。こういうのがね、一番楽しいんですよね、僕は。この兵の配置をしている時間というのが。実際に戦いが始まった時よりも、このね、戦いが始まる前の準備が結構好きだったりするので。で、武田の騎馬隊、あるいは武田の足軽隊、まあ、武田の兵が、ここからやってきて、もし、
堀も塀も突破してきた場合は、まあ、ここをバーッと直進してきますよね。バーッと直進してきて、まずこの鉄砲隊で、さらに銃撃を加える。この銃撃がさらに突破された場合は、この長い直線で、さらに、騎馬隊を、あるいは敵の足軽隊を、迎え撃ちましょう。こんな感じかな。これでね、2段構え、3段構えで、鉄砲台を構えておきます。で、同じく、こっち側もね、突破される恐れはあるので、突破されてきたときに、敵を銃撃できる位置に、配置しておきましょう、鉄砲台を。万万が一ということもありますからね。さらにこの狭いところで敵を一網打尽にしましょう。で、最悪の最悪、本丸になだれ込まれた場合に備えて信長の親衛隊として足軽をつけておきましょう。鉄砲足軽ですね。こんな感じです。これでもし万々が一ね、信長が敵の攻撃にさらされることがあっても、足軽で時間を稼ぎます。信長はどこにいるかというと、ここにいるね。信長は、ちょっと後ろにしましょう。足軽の後ろです。で、続いて、槍足軽ですね。槍足軽の位置も決めていきます。槍足軽は鉄砲隊の後ろかな。セオリー通り考えたら。こんな感じで、横に並べていきましょう。これで、堀と塀を突破してきて、味方のね、足軽鉄砲隊に襲いかかってきている敵兵がいれば、この槍足軽で撃破していくという戦いを、まあ、ある程度想定しています。こんなところですかね。もうこれも敵の配置が分かってるのでこういう形で厳重にね、守備を固められますけど、そうでもなかったらなかなかこうはいかないですよね。なので、まあ、敵が攻めてくるであろう場所を予想して、おそらく配置を固めていくっていうことになると思うんですけど、まあ、今回はね、今お話した通りもう分かってるのでしっかりと合わせた配置をしていっていきます。で、同じく足軽鉄砲隊の後ろにね、槍足軽を並べておきましょう。久しぶりなのでちょっと操作感がね、微妙で見づらくなってしまってるかもしれないんですが、まあ、ところかな。足軽鉄砲隊と足軽隊を並べて配置しましょう。で、一応本丸の手前にも足軽隊は配置しておきましょう。こんな感じでね、配置します。で、最後に騎馬隊。これもね、軽騎馬隊なんで、武田軍にいるような旗本騎馬隊みたいな、コストが1000超えのような強力な騎馬隊ではないんですが、用意だけしておきます。で、騎馬隊はやっぱり助走して一気に敵を片付けたいので、ちょっと後方に配置しましょうか。後方に配置して、もし侵入してくるようであれば、これを一気に撃滅していくという戦いを想定します。この長い直線をね、味方の鉄砲隊の銃撃を超えてきた敵がもしいれば、さらに後方に控える。この騎馬隊によって蹂躙しましょう。で、騎馬隊は馬出しの後ろにもちょっと控えさせておく。すぐに展開できるようにね。そんな感じにしましょう。
で、まあ、2回シミュレーションして2回とも同じところから敵は出てきたので、大丈夫だとは思うんですが、万が一敵の配置がね、予想と違った場合に備えて、いくつかは動きやすいところに予備として配置しておきましょう。こんなところで十分かな。もうさっきから繰り返しお話しているように敵の配置が分かっているのでね、こんな感じで万全を期していますけど、分かってない場合はね、なかなか苦戦するんじゃないかなと思います。では戦闘開始していく前に最後に名古屋城の作りをちょっと見ておきましょう。まあ、名古屋城は総構えの城になっているんじゃないかなと思うんですけど、名古屋城ってそもそも徳川幕府の時代に多分建てられてますよね。それまでは岡崎とか浜松とかっていうのが、愛知県、三河近辺における主要な城だったと思うんですけども、それが、幕府に、徳川幕府の時代に名古屋城という形で、まあおそらく現存している形に近いものが当時作られたんじゃないかなと思います。で、ここが、まあいわゆる本丸ですよね。で、ここに馬出しとかがあって、櫓もあって、かなり広いですよね。このあたりは広大な広域になってますけど、実際にこういうものだったのかどうかは、ごめんなさい、僕もね、名古屋城行ったことないですし、城はそんなに詳しくないので、恥ずかしながらあまり解説ができないんですけど、こっちを見る限りどうなんだろうね。一応、お城があって、その下に城下町的なものがありそうなので、まあ、総構えの城だったんだろうなというのは、この状況からも見て取れますね。で、堀がずらーっと並べられて、まあ、石垣ですね。近代的な石垣だと思うんですけども、石垣が並んでいるというところです。じゃあ、開戦していきましょう。お城に詳しい方ね、いろいろコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。お、やっぱり今回もそうだね。三度目ですが、三度目も敵は我々の配置した場所と同じいいところに出てきましたね。で、こっち側にもいます。銃撃戦になると思うんですが、まずは、ちょっと見ていきましょう。久しぶりなんでカメラワークも下手になってるかもしれないですけど。まずは、どこで、これは騎馬隊じゃない方だ。騎馬隊はこっち側かな？ちょっと画面を変えます。こっち側が騎馬隊。いや、こっち側も騎馬隊がいない。いや、騎馬隊は絶対いるはずなんですよ。あの、敵のね、編成はもう確認してあるので。あ、騎馬隊は後ろだな。この辺りにいますね。いや、こうやってみるとなかなか強そうだな。武田の軍勢も。こんな感じでね。攻め寄せで。これ足軽、鉄砲隊だな。さあ、織田軍の銃撃が始まってくれればいいんだけど、先に。でも大変ですよね、この堀の中をね、進んでくる足軽が。上から鉄砲で狙撃されるわけですから。ん？なんか放たれてるぞ。こんな遠くから弓を撃ってきてる奴がいるな。が、我々の方も、どうだろう、これを見ると銃撃が始まってますね。お互いに銃撃してるんですけど、この状態だとさすがにね、城側のが有利ですよね、きっと。では、もう一方の方を見ていきます。もう一方の方も銃撃が、お、こっちは、屍が浮かんでいる、いつの間にか。何なんだ、これは。いいね、壮観だね。攻める方はね、一般的に3倍の兵力が必要だ、なんて言われてますけど、これ見ると、この石垣登るの、至難の技ですよね。この、90度にも近い石垣を登っていくというのは、それでもこんだけの数が近づいてるからね、堀に。いや、登ってくるな、普通に。こっちは、あ、もう登られている。マジか、登られてるぞ。大丈夫なのか。
いや、登られてますな、完全に。こっちも登ってきてるね、もう。耐えられるのかどうか、ちょっとこっち、木が生い茂ってて、カメラ的に見づらい部分が多いかもしれないな。いやー、もう登られてるな。徹底的に銃撃で攻撃してってもらわないと。登ってきたやつがいたらね、足軽鉄砲隊の後ろに配置している足軽隊で攻撃を仕掛けていきます。ここも登られてきたらね、しっかりと対処していきます。足軽隊が攻撃に参加します。登ってきたらね、足軽の槍隊で攻撃を仕掛けていきましょう。いや、ここは完全に突破されたな。突破されちゃったけどまだ大丈夫だよ。後ろに控えさせている足軽隊で持ちこたえさせましょう。で、銃撃を行っていく準備をします。騎馬隊を投入してもいいけどね、まだそんなタイミングじゃない。お、やばい、さらに突破してきたやつらいるぞ。ここにこいつらを撃破していかないといけない。騎馬隊を投入しましょう。騎馬隊の突撃だ。これで敵兵を薙ぎ払え。大丈夫だね。こんな感じでね、やっていきましょう。お、ここはもう撤退していくね。完全に我々の大勝利と言っていいだろう。あ、でもこの鉄砲隊じゃないよね。これは何隊なんだ。弓かな。火矢を撃ってるように見えるけど。そうだね。弓を撃ってきてますね。これ逆の立場だったら攻略できるのかっていう話だよな。こんだけの敵の数、相手に。まあ、今回はね、ほぼ完勝と言えると思うんですが、まあ、リハビリなんで、だいぶ緩いプレイにはなってますけど。では、敵の騎馬隊に、こちらも騎馬隊を投入して、とどめを刺しに行きましょうか。と言ってもね、騎馬隊同士で戦ったら勝ち目は正直ないかなと思うんですが。騎馬隊ではない、これは弓隊だな。いやー、この弓隊がさ、弓の英雄がこんなにこぞっているっていうことだと思うんですけど、この弓の英雄隊が石垣を登ってくるなんてもったいないよ。次の戦いに備えてね、撤収した方がいいと思うんだけど、ご覧のように城からの鉄砲の攻撃にさらされてるから。まあ、実際には道具戦術みたいなものをさすがに使ったとは思うんですけどね。こんな銃弾が飛び交う中突撃させるなんてもう、死ぬ確率が高すぎますからね。それでも、上司の命令に逆らえず。石垣を登る奴らがいる。なんて強者なんだ。ようやく登ってきたら、足軽隊が待ち構えているっていうね。この状況ですからね。こいつらはさ、どこに向かってるのよって話だけど。こんなさ、数人でさ、
城の中に入ってきても殺されるでしょ確実に。そして至近距離から銃撃をされるという、こんなん見てられないよ悲しすぎて。でもし、ね、建物の後ろに隠れましたけど、どこに向かってるんだ本当にこいつらは。壊滅したな。もう戦っている。一人で戦ったやつがいるが、こいつも撃ち取られている。ちょっとどういう状況これ。なんかわーって吹っ飛んでるね、これ見るとガーって吹っ飛んでるけど、という感じでね、今回はまあ導入部分、まあイントロディスということで、まあこんな感じで、史実の城を使った、攻防戦なんかをね、ちょいちょいやっていこうかなと思いますので、リクエストなどあれば、動画のコメント欄、もしくは、コミュニティ欄でも結構ですし、あとは僕のツイッターの方にね、リップ、飛ばしていただければ、そちらの内容を確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、そうそう、その時に、兵数とかもね、書いてくれると、その兵数に沿った戦い方。まあ、例えば、伏見城にこもる徳川軍、5000。それを攻めるホニャララ軍、2000、1万とか、そういう感じでね、コメントいただければ、それに従ったプレイをやっていこうかなとも思いますので、まあ、もちろん、こんなのやってっていうざっくりした、ふわっとした内容でも、もちろん結構ですので、コメント、リプお待ちしています。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。